チ公は生まれて間もなく汽車に乗せられ、秋田県から東京へ送られてきました。これがハチ公です。そして犬の大好きな大学の先生、上野博士の家で飼われることになりました。長い旅をしてきたのに、ずいぶん元気な子犬ね。とっても可愛いわ。おい、大丈夫か、ハチ公。ハチ、どうした？今夜はわしの部屋で寝るか？なんだこれは？元気で可愛いのはいいんですけど、こういう仕事は全部私。後から散歩に連れてってやるからな、ハチ子。危なかったな。飛び出しちゃいけないよ。おい、大丈夫か？危なかったな。どこの犬だろう。飼い主いないのかな。あそこにいるわ。ほら、マサオくんとユージくんのとこ。いや、ユージくんどうもありがとう。よかったよかった。先生なんですか。ハチ公って言うんだ。よろしくね。よかったな、ハチ公。待っていけよ。ほらほら、しっかり出ないよ。さあ、行くぞ。おないよ。おい、ハチ公、出かけるぞ。行ってらっしゃい。見送りですか。ええ、小さいのに毎日毎日本当に感心ですな。
じゃあな。欧米各国の農業と比較いたしましても、将来の我が国の農業は今言ったようなさまざまな近代的科学技術を広く取り入れていかねばならない。この日八甲は先生から散々叱られます。ですからその後大学まで行くことは二度とありませんでした。そして月日は流れて、あれ、ハチはまだかな。ああ、よしよしよし、ありがとう。先生にとっても八甲にとっても楽しく幸せな日々が続きました。八甲はもうすっかり家族の一員になりきっていました。言葉を交わすことはできなくても、心と心はしっかりと通い合っていたのです。雨になりそうだから先生に傘持ってって。じゃ頼んだわよ。ハチ、はい、上野でございます。もしもし、上野でございますが。大変です。先生がどうなさいました。主人が何か。もしもし、もしもし、先生が授業中に倒れて、今医者が来てますが危篤です。奥さん、すぐ来てください。もしもし、もしもし、奥さん聞こえますか。もしもし、みんなの必死の解放も虚しく、先生は二度と帰らぬ人となってしまいました。しかし八甲にはそのようなことは分かろうはずもありません。八、先生はね、亡くなったの。大学で急に病気になった。なあ、ハチ、先生は亡くなられたんだ。もういくらここで待ったって来ないんだぞ。あと言ってもわからんかな。はい、きっぷ。最終電車、発車します。火事は八甲の家の方だ。火事は近所に住む仲良しの雄二君の家でした。
やはりタバコでしょうな。ユージ君、力を落としちゃいけないよ。うん、火が出たのは表の塀なんだ。消防のおじさんは誰かがタバコをポイッと捨てたんじゃないかって。焼け出されてしまったユージ君の家族は田舎へ引っ越して行きます。ハチ公、さよなら。今日は千鶴子さんのお嫁入りの日です。そして長年住み慣れたこの家も人手に渡ることになりました。お前と別れるのは辛いけど分かってちょうだいね。ハチ、元気でね。そしてハチ公は浅草の雷門の近くにもらわれて行きました。しかしハチ公は先生のことを思い出します。今日こそ先生が帰ってくるかもしれないと渋谷の駅へ。おお、ほらほらほら。逃げ出すハチ公は浅草から渋谷駅の近くの植木屋さんに預けられることになりました。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。あれどこへ行ってたかな。はい、これね、はい。このポイ捨てらしいんだ。ゴミ箱だけで済んでよかったね。日頃の防火訓練が役に立ったね。ハチ公が知らせてくれなかったら大変なことに。ハチ、どうしたんだ。ハチ、こら何すんねん。話さんかい。こら話せ、話さんかい。そうか、この人がタバコを捨てたのか。あなたはタバコのポイ捨てをしたでしょ。よう覚えとらんけど。もう少しで大変な火事になるところだったんですよ。それでこの犬怒ったんかいな。いや悪かった、もう二度とせん。この通りや。ユージ君、君の家を火事にしたのはその人だったかどうかはわからないけど、ハチ公はとても立派だったよ。ハチ公は来る日も来る日も帰らぬ先生を迎えに駅へ通い続けました。そして日がたち、植木屋さんも引っ越して、とうとうハチ公は一人ぼっちになってしまいました。元気だったハチ公もいつの間にか年を取り、体が弱っていきました。ハチ公が倒れている。ハチ、しっかりしろ。ハチ、
校でお休み、寒かったろ。先生を待ち続けてもう10年になるんだもんな。ハチ、しっかりするんだ。マサオ君、今ハチって聞こえなかったかい？やっぱりハチ校だ。僕だ、ユージだよ。わかるかい？僕たちは同じ大学に入ったんだ。だからまた東京で一緒に暮らせるんだよ。ハチ校、お前も一緒だよ。ハチ、しっかりしろ。ハチ、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 ハチ。